MBTI の前に、うんうん、ユング心理学を学ぶわけというか学ばないといけないわけ、うんうん、その発端、この回の発端としては、うんうん、隊長のツイートでございます、はいはい、どういう意味があったんですか。どういう意味は分かんないですけど、はい、あの多分、はい、ユングとか MBTI に詳しい人のブログで、はい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 、で、あのなんかそういう MBTI の説明とかいっぱいしてるところの一つの記事で、はい、MBTI を先に学ぶと間違ってしまうみたいな、はい、でその MBTI のサイトいっぱいあるじゃないですか、はい、いっぱいあります。分析のサイトとかいっぱいあるんだけど、まあ、MBTI じゃないって話ですけどね。16タイプ、まあ、今総称して MBTI って話ですね、うん、はい、あ、まあでもそこの人の言うには MBTI って言ってるところ、言ってるかどうか分かんないですけど、はい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 、MBTI のサイトがいっぱいあって、ほうほう、みんな間違ってると、解釈が間違ってるのが結構多いみたいな、はいはいはい、っていう、で、なんで間違えるのかっていうと、はい、みんなユングをやってないからだ、綱引きそう、だから最初にユングをやっとくべきなんだみたいな、なるほど、うん、っていうのを見て、はい、でもまあ僕はどっちもよく知らないから、あ、そうなんだと思ってユングの本を買ったと。なるほど、はい、ユン体調が変われたのがこれ、うん、あ、付箋貼ったのは僕が貼った、ごめんなさい、はいはいはい、ユングの性格分析、分析秋山さと子さん、うんうん、講談社現代新書のものと、うんうん、河合駿さん、うんうん、ユング心理学日本の第一人者のユング心理学入門を隊長が買われました、うんうん、はい、で、まあ、そこでこの2冊を紹介してた。ああ、なるほど、うんうん、なるほど、でなので名前で検索したんですけどね、はいはい、Amazon で河合駿さんと秋山さと子さんのが上手にまとめてるみたいな、はい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 、何目線かですよね、はい、その人はあれですね、あの、うん、MBTI のユング派なんでしょうね、うん、ユング派、あの、あ、まあ、でも MBTI の説明もしてるんで、あ、まあ、もともと、まあ、MBTI がユング源流なので、うん、で、あの多分エニアグラムでいくとタイプ1ですよ、はい、間違ってる多すぎるって、間違ってるが言える人言える人、はい、で体調見てみたいに、うん、そういう意見もあるよね、うん、こういう意見もあるよね、じゃないじゃない、はい、間違ってるやつが多いから、はい、こうまずこっちをやるべきだみたいな。だから MBTI を否定してるわけじゃなくて、はいはい、原理派ですね。そうそう、原理派。そう、はいはいはい、そんな感じのを見つけて、はい、まあ、そうすれば MBTI を間違えないみたいな流れで、はいはいはい、何がっていう説明はなかったんですけど、はい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 、覚えてないかもしれない。なるほど。で、今日はまだ隊長がその理由で、うんうん、あのユングの本を買いましたよと、うん、買いました。で、まだ全部は読んでない。全部読んでないというか昨日届いたばっかり、はい、でその対象の昨日届いた本を、うん、あの昨日買ったジャンプを僕ちょっと先読んでいいですかって言って、うん、持って帰り、うん、もう付箋を貼ってくるっていうこの、はい、厚かましさ申し訳ございません、はい、先にドラゴンボール読んだから内容言っていいみたいなことをやるんですけど、うん、これ多分古本ですよ。ああ、なるほど。こっちは新品で。なるほど、うん、で二等兵はこの隊長が買われた、うん、あのユング心理学入門、うんうん、あの別のものなんですけど、うん、岩波現代文庫、うんうんうん、こっちは梅風館っていうんですかね、うんうんうん、で私が買ったのは、岩波現代新書の、うん、心理療法コレクション河合駿の、うん、ユング心理学入門、うん、なんで、あ、これはあれですね、河合駿さんが書いたものを、うんうん、河合駿さんが編集したものを読みました、はいはいはい、僕は読んで、うん、隊長の先ほどの発言、うん、要は MBTI の前にユングを学んでおくべきだっていうのが、うん、その人の意見、発信者の意見じゃないけど、うん、それを聞いた二等兵が、うん、あ、そういうことなんだよね、うん、っていうことを言います、うん、なんで、うん、合ってるかどうか分からないけど、その人の意図と一緒かどうか分からない、一緒かどうか分からない、うん、が二等兵が思うところの、うん、その MBTI の前に、うん、ユング、ユング、なぜユングなのか、うん、ユングを知っておくべきなのか、うん、っていうのをお話しできればなと、うん、はいはい、まず、うん、昨日隊長が買われたよというこの、うん、秋山さと子さんの、うん、ユングの性格分析、うん、昨日帰ってからライブ終わってから、うん、パラパラパラって目を通しました、うん、で、あっと思ったのが、うん、この方の中でですね、うん、性格論と原型論っていう、うんうん、章の中で、うん、ユングは個性化の過程は、うん、シャドウの自覚から始まるというが、うん、自分の性格を知ることは、うん、誰かとの比較によって分かることだから、
それは同時に他人の性格もある程度知ることになろうと、この自分とは違う他人の性格こそ多かれ少なかれ、自分にとって影となっている無意識の人格の分身たちであると、でこのユングがシャドウという時には、これらの分身の原点と、それが夢や空想の中に、現出してみせる暗いイメージのことだが、精神分析の中でそれをはっきりと取り出さなくても、少し冷静に他人を観察すれば、そこに自分自身の分身が投影され、それがこちらの無意識のコンプレックスを刺激して、そこからいろいろな気分が生まれてくることが見て取れるというのがあるんですね、なのでその今この M8 小隊、あの必死になってこのセルフヘルプ術から、これはカーシー博士のセルフヘルプ術、要はユングをもとに16タイプの性格っていうやつですね、で分けてるものに始まり、MBTI、MBTI への招待っていう、これはあのマイヤーブリックスさんがまとめた MBTI のもの、必死にやってるじゃないですか、なぜなら、あの票が獲得できるから、票が票狙い、もう票が欲しいんですよ、当選したい当選したい、はい、っていうところでやってるんですけど、これをやってる時に思ってるのが、二等兵が、要はユングで、その性格論っていうのは、個性化の個性化、人が個性を持つ道だと、その過程だと、でこれって、あのこの MBTI って、そのシャドウとか出てこないんですよ、でじゃあシャドウって何かっていうと、こちら、ユングの、心理学入門でいうとシャドウ、影っていう項目が出てくるんですけど、多くの原型のうちでその人の個人的な心的内容と関連性が深く、したがって理解しやすいものが影であると、影は理解しやすい、簡単に言ってその個人の意識によって生きられなかった反面、生きられなかった、生きられなかった、いやその個人の意識によって無意識の中に入っている、要は今僕がこの基本生きてるライブ、ライブ、生きるですね、生という字、わかります、生きることがなかった、もう反面その個人が認めがたいものとしている心的内容、それは文字通りその人の暗い影の部分をなしている、我々の意識は一種の価値体系を持っており、その体系とは相入れぬものは無意識下に抑圧しようとする傾向がある、例えば子どもの時からおとなしく育てられ、攻撃的なことを一切しないようにしてきた人にとって、少しでも攻撃的なことは、その意識体系を脅かすものとして、すべてこの攻撃的なものは悪いこととして排斥されると。で、この排斥しているものっていうのが影、なので、でも逆にこの押し込んできたものを出して生きてる人もいる、要はあの人それぞれ その価値がある、あ、そう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 、価値っていうか、こういう風にした方がいいっていうのがあって、そうじゃない部分を隠して生きてるってことですよね。そうで、その価値観があって、価値観に合わないものは我慢してる的な、でも抑えて、その人にとって我慢してるものを、こっちの人はこっちを主としてこっちを隠してる、だから別の人の価値観ではそれは隠すもんじゃなくてそれを出して生きてる、っていう人たちがいっぱい生きてるよねっていうところで、要は他人を見てというのは、あの僕が不得意だから隠してるものをこっちの人は得意でやってると、やっぱり、あ、なんて言うんだろう、妬ましい、羨ましいみたいなところになってくるんだよなと、それは良くないよねって思ったりするんですよね。で、良くないが出てきたり、あいつばっかりみたいな、要はシャドウっていうのがみんなあって、でユングが言うのは、人は個性、いや、この個性化の過程で、ユングへの批判として、みんながその個性化を目指す、要は、自分にないものをユングはその途中で目指すっていうんですね、それを中年の危機っていうんですけど、その若い時は自分の得意なものだけで生きてきた、でもどこかで行き詰まると、
生きていくと、うんうんうん、でその時に、うん、なかった部分を意識し始める、うんうん、で今度はそれを取りに行くんですね、うんうんうん、で、うん、ユングへの批判として、うん、ってことは何かいと、うん、みんな、うん、同じものになろうとしてんのかいと、うん、要は、うん、ないものを全部みんなが取りに行ったら、うん、一つの点に集まるじゃないですか。集まりますね、はい、中心に集まる。そうそう、中心に集まっていく、うん、じゃあ何かいとユングさんよ、うん、ユングを批判する人は、うん、じゃあ何かい、うん、あの人はみんな同じものになろうとしてんのかい、うん、っていう批判がよくあるらしいんですけど、うん、でもユングは言うんですね、うん、違うよと、うん、あのその行く生き方がみんな違うだろうと、うん、それが個性化なんだよと、うんうん、だからそのユングさんはどう、うん、何をどう解釈してもいいし、うん、っていう話になるんだ。だからみんなバラバラでいいんだと、ここ中心があって、ここにいる人とここにいる人がもう全然生き方が違うっていう、その道すがら、うん、過程が個性化の過程なんだと、うん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 、だからあの同じなわけないじゃないかとっていうのがユングで、うん、そういう、うん、ただこのまだなんて言うんだろう、全部 MBTI を読破してないので、はい、うん、わかんないんですけど、うん、この分けるもの、この MBTI とかって、うんうん、要はこの人はこのタイプでこういう風です、うんうんうん、っていうのって、うん、そういうのを描いてないよねと、うんうんうん、だからその MBTI もなんかエニアグラムって、うん、あ の目的としては、うん、健全度、うん、要は自分の健全度が低い高いが分かると、うんうん、いかんいかんっていう抑止力になったり、うん、あじゃあこっち埋めたそうっていう、うんうん、なんかその良くなろうっていう過程が描かれるじゃないですか、うんうんうん、エニアグラムって、ま、これ一緒ですよね。一緒なんですよ一緒なんですよみんな中心を目指すみたいな、一緒なんですよ、うん、っていうのが確かに書かれてなかったな、うんうんうん、特に川橋博士さんだと、うん、要はそのこのタイプはこういうところがあるよ、うん、っていうのは書かれるんですけど、まあ、だからあなたここですよね、 あなたここですよねって言ってるだけってことですね。そうだから、うん、現時点は分かる、うんうんうん、だからどちらかというと、うん、エゴグラムに近いかもしれない、うん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 、あの僕が今強いのは、うん、FC でとか、はい、っていうのがちょっと近いのかな、うん、だからその、うん、この元となったツイートの元、うんうん、MBTI にする前にユングを知らないとっていうのは、うんうん、あくまでこれらで分かるのは現時点、うんうん、我々はその、うん、シャドウの部分を意識すると取りに行こうとしてんだな、うんうん、だニトヘは、うん、シンキングが足りないので、シンキングをシンキング考えろと、思考が欲しいんやと内的思考ですもんね。ないもの、うん、ないもの、僕外的思考なんで、はい、僕は多分もっと他の人のことを考えるんですよ。ああ僕はあの感じる人間ニュータイプなので、うんうん、はい、っていうところで理解してます、うん、はい、